ここはくびれ部、ここはくびれ部ですね。くびれ部から、前方部へ登る階段です。前方部は高さ10メートルもないんで簡単に登れますが、登ってもまだ見上げるような高さがありますね。あ、丸山古墳が浮かび上がってきました。いやー、でかいでかい。森将軍図がもでかいと思ってると、そんなもんじゃないですね。